はい皆さんえー、っとですね、いやまあ6月の今日17日、えー、梅雨明け宣言されました関東ですけど、あのー、暑い日もあったりして、きょうもまあ28度というか30度近くなったりして、でなおかつその合間にですね雨が降ったりだとかして、ちょっと寒暖の差が激しくなってるんですけども、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。 あの私、あのちょっとこの寒暖の差についていけず、あの体調崩しちゃいました、あの咳が出たとか、喉が痛くなったじゃなくて、ちょっとなんか、臓器系っていうのが、通じ系っていうんでしょうかね、ちょっとちょっと食事中の人も聞いたら、ちょっとあのね、気分悪くなるかもしれませんちょっと何回かトイレに行った,行ったりしてね、えーうーん、ちょっとなんか体調崩してます、皆さん、ね体調ね、えー、整えて頑張りましょう。 あと、今日1発目ね、まず最初にですね、あのー、皆さん、セブンアプリお持ちです、スマホの中に。はい、持っていましたらですね、あのー、今、セブンアプリの、どれだっけな、これだ。はい、えー、っとですね、6月土日限定です。 えー、おにぎり1個無料のクーポンを差し上げる、プレゼントするっていうのはね今、キャンペーンやってますので、あれこれちょっとアクセスして、あのセブンアプリであのおにぎりね、えー、土日、あのー、ゲットしてください、これ、今日ちょっとあのセブンでね、働くある知人から、あの進めるように言われてしまいましてね、今、ちょっと説明しました。あとですね、キャッシュレスが6月いっぱいです。 あのキャッシュね、あのー、現金で払うよりも、あのー、やれ、クレカだ、やれ、電子マネーだ、やれ、あのーね、バーコード決算だとか、いろいろペイ,ペイペイとかありますけどもね、LINE だとかえ、そちらで払ったものが何パーセントか割引になってます、僕、レジやってて、あのー、いつも思うんですけど、あっ、こっちあ,あのー、税込み価格が安くなってるなんてね、よく思うことあります。えこれ、累計していくと、結構大きいんで、ジュース1本分とか2本分、ひょっとしたら幕の内弁当1個分。 もしくは、あの、ビール代1個分、もしくは1回の飲み代分がね、浮いてる可能性ありますのでね、ぜひこれもね、えー、ぜひ活用してください。6月いっぱいです。ああ、どうなるの ?7 月いっぱいまで、もうちょっと伸ばしてもらいたいですね。どうなっていくかわかりません。これ、政府の、あの、<laughs> 決めたことなんで。で、今日ですね、えー、昨日、あ、昨日か。 あのー、私、本業が忙しくて、全然行、あのー、けなかったんですね、あの,ーあのセブン、セブンじゃない、あのミニストップの仕事に。で、昨日行ってみたら、ちょっと驚きました、新商品がね、静岡クラウンメロンソフトクリーム。これです、じゃーん。見てください、これ、緑色の。あ、画像悪いな、これ。見えるかな。はい、えー。今度ね、ミニストップ行ったら、これね。 えー、静岡クラウンメロン、静岡クラウンンメロンすごいブランドが高くて美味しいメロンです。これを使いまして、あの独自の、ねあのー、ソフトクリームを作っております。味、私、食べてきました。はい、ミニストップ、仕事始まる前に。いや、美味しかった、あのこのメロンっていうのは、酸っぱさだとか、そんなの、ね、まろやかな甘さ、メロンパンとか食べた,メロン食べたことありますよね。やっっっぱ独自ののの甘さてていうのを、ね、持ってますので これがまたソフト、ソフトクリーム、あの、ミニストップのソフトとね、うまくマッチ、融合されましたんで、大変美味しいです。うん、人にも好みあると思うけど、まあ私は大変おすすめですんで、皆さん、あの、ぜひ静岡クラウンメロンですね。これお召し上がりになってくださいね。お願いします。あと、あと、新商品、ホットミールですけど、エビ棒。どれだエビ棒、これだ。はい。エビ棒ですね。はい。 あのエビフライななのかなこれちょっっと待ってくださいねエビフライみたいな感じのものがななエビカニカマをそれ逆にエビにした感じですねあのそんなのがなあのー、フライで上がったのがねであのー、こういう感じで売られておりますのでぜひねご利用くださいあとエックスポテトありますねそれ1.5倍になりましたああよく0.5多くなって ちょっと価格もね188円って書いてます25日までですよ是非これもねご利用になってみてくださいはいえっとそれとですねまあそれからですねあのレジ袋のあとごめんなさいねレジ袋あのー、有料になってしまいました1円なんですけどもね今現状で7月からなんかサイズによって値段が違うっていうことなんですが あのレジ袋、もしね、あの昨日レジやってて思ったんですけども、かなり浸透したんですね、レジ袋を所有するっていうのは。うん、で、私、あのレジ袋を所有しているお客様を対応したときに、すみません、あのレジ袋お持ちですからもう聞くようになっちゃったんですよ。 だから持ってますっっって持ってて言持なかったら有料になっちゃいますけどっていう、まあ、こんな感じで対応したんですがレジ袋所有者の方が来た時にじゃあレジ袋ちょっとあの私に渡してくれませんかあの袋入れて会計しますねってやったんですそれで会計してやれあの伊藤園があのスキャンしてコーラスキャンしてサンドイッチスキャンしてって袋に入れたんですねそうしたところ会計済みのものそうしたところ店長が突然私の方に近づいてきまして あのレジ袋を持ってるお客様にそういうことをやらなくていいって言われたんですよでなんでやらなくていいんですかってこれ見てみろなんて言われてはいマイバッグ袋詰めはお客様でや自身でやっていただきますよ協力をお願いいたしますとでその下にスタッフによる、えー、袋詰めの希望のお客様を申し出くださいと希望がしなければそのお客様でやってくださいねっていう内容になっちゃってるんですね えー、もしね、これミニストップ、セブンでもどこでもいいので、こういうの貼ってあると思います、レジで。あ出た,出た、出、う、た、ん。こんな感じのものね、はい。マイバッグへの袋詰めは、これ切れちゃったお客様自身で行っていただきます。よくご協力お願いします。スタッフによる 袋詰めはあご希望の方は思うお客様で申し上げてください。あのー、この際はっきり言いますね。あのー、レジ袋を持ちのお客様は、あの自分もう店員さんに渡しちゃってください。レジで。で、それであのー、これで袋入れて会計の方をお願いいたします。と言った方のは絶対いいです。なんでかそっちの方のが間違える可能性が低いんですね。スキャンしたものスキャンしたものを袋に入れといた方のがあのー。 あれどこまでレジ打ったっけどこ,までどこの商品まで会計しましたっけってなってしまうんで,でなおかつあのこれミニストップって中でこんなフードコートみたいにまあ全部そうでしょうけどあのこういう形になってましてこういういろんなこれエクスポテトだとかこれがトウモロコシ揚げだとかこれがジューシーチキンだとかいろいろありますけどこう会計してる時にやれ、エクスポテトくださいとかソフトクリームくださいとかやれ、これくださいとかって一旦中断しないといけないんですね。最初から言うんじゃなくて 途中で言ったりするんです子供があれ食べたいとかって言ってそうしたらあの一回手止めて何が欲しいんですかって言ってこれ例えばトウモロコシあんが欲しいって言ったらこれ取って15秒チンしないといけないんですよその会計にプラスあの余計な仕事が増えちゃうって悪いからしますけどねはいですのでもし、あのー、レジ袋持ってるお客様はあでミニストップでもセブンでも行く場合はそのまま袋を渡して会計してくださいと言ってくださいで入れてくださいねって これが一番いいと思いますねとりわけあの僕言ってるあのミニストップってみんな籠を持ってくるんですよ。あのそれも内容がねいっぱい買うなら私内容を把握するんですがそうじゃなくてあのジュース2本だけだとかよくわかんないあの,あの <laughs> スニーカーズ1個だけで大きなね籠の,の中に入れてこれで会計してくださいとかあこれですね。あこんなかまあ うん、こ,れこれがあれなんですけどもね、まあ、前回の電話ですけどもねこれ持ってきちゃうんですねこれこれ中学生ですけどねまあいいとしてはいえー、ですので、えー、あのもしねあのレ,ジあのレジ袋持っていく際はそのまま袋を渡してこれに入れてまとめて買う場合ですよはあの袋を渡してください これ皆なんの、ね、これ何でかって言うと、並んじゃう可能性あるんですね、そう、並んだ場合っていうのは、お客様、あの早く返してあげて、中にはほら、遅刻しそうなお客様もいますから、でなおかつそこで収入印紙だとか、ほら、電気代だとか、交通費、あのなんだ、あのー、ガス代だとかって、収入印紙で払う方いますよね、NHK とかそう。手間かかっちゃうんですよ。もしくは、ロッピーという支払いもあるんですよね。ある程度、書面出さないといけないんで、はいはい、収入収し書しね。ですのであの これ並んでるお客さんも気の毒になっちゃって途中で帰っちゃう可能性があるんでね、えー、ですのでもう、ね、皆さんすいませんけどもレジ袋持ってるお客様は袋そのまま店員さんに渡してくださいはい今日はこれから私からの提案ですえー、今日あとりあえず今日は終わりにしますぜひよろしくお願いいたしますそれからあの静岡クラウンメロンのソフトクリームお召し上がりになってくださいそれでは今日はこの辺で終わりにしたいと思いますはいヤクルト飲んでおやすみなさい